寝てた。休めた？モナちゃん？とにかくさっき話した通りだ。役立たずの我が輩のためにこれ以上命かけてもらうわけにいかねえ。人間に戻れる確証だって本当はどこにもないんだ。これじゃ取引になんねえよ。我が輩たち別れた方がいいと思う。誰がお前のために回答を？俺は自分の見識を広げるためにやっている。そんな気休めやめてくれ。別れてもらうぜ。いいよな？嘘やめよ。異世界で倒れてるの見つけた時マナちゃん言ってたでしょ。我が輩だって怪盗団の一員だって。強くなって認めてもらうんだって。ここが大好きなんだよね。そんなわけないだろ。私も自分に嘘ついてたけど、ペルソナと契約するとき分かったの。お父様がひどいことしてるからなんてただの建前だって。私本当は結婚したくないんでしょ。立場の責任もある大人の決めたことだからきっと正しい。仕方がない。バカみたい。形のないものに縛られてずっと黙ったまま結婚の相手まで。でももう我慢しない。私あの人無理。キモい。これが私の本音だよ。なんだよ急に。モナちゃんはどうしてずっと人間に戻りたいって言っていたの？それは初めは記憶を取り戻すまでの仮の住処ぐらいに思ってた。でも自分が何なのか何のために生まれたかも一向に分からなくて。モルガナ。目的が欲しかった。怪盗団にいる目的が。復讐したい相手も助けたい奴もいない。そんな我が輩がここにいていい理由が。だから我が輩にとってここが、この怪盗団が。行っちゃえって。頑張れ。唯一の居場所だ。ずっとここにいたいんだ。すがすがしいほど素直だな。最初からいやいいんだ。ったく我が輩と組んだらどんな厄介事が降って湧くかわからんぞ。本当にいいんだな。いろいろ今さらでしょ。てか私たちも一緒にいたいに決まってんじゃん。ああそのなんだ、心配かけてごめんなさい。我が輩の居場所はここだ。もう決めたからな。諸話代分しっかり働いてやる。今さらキャンセルはなしだぞ。ギブアンドテイク、再契約だな。よし。まあ私たちって結局運命の出会いってやつなんじゃない？
そうだ、出会い。お？うわ、終電やべえ。俺もだ。続きはまたにしましょう。私うちに泊まってき、なしつけとく。また明日ね。我が輩寝る、疲れてんだ。にしても相変わらず神器臭いとこだぜ。また違う女の子連れてきやがって。そういうことじゃなくてさ、ま、泣かすんじゃねえぞ。うちの猫拾って世話してくれたんだって。 いえ、そんな大したことは。世話してやったのこっちだけどな。どうした、楽しそう。こんなに大勢でお食事なんて久しぶりだから。今日は遅くなんないうちに帰りなよ。親御さん心配してるだろうからさ。帰りたくなければいいんだぞ。ううん、ちゃんと帰る。お父様に警戒されたら改心させるのは難しくなるんでしょ。また連絡する。連絡先いい？一人で大丈夫か？なんなら我が輩も一緒に。モナちゃんの居場所はここでしょ？まあまあな。彼の家に迎えていただくことになった。まだ正式に籍を入れるわけではないが、今の若者はそういうものだろう。誠意を見せてこい。できるな。私には自分が住む家さえ決めさせてもらえないのですね。帰りは遅いわ。挙句の果てに無断外泊まで。友達は選べと口を酸っぱくしてきたつもりだが。お父様の思うような。今は会社のことで手一杯なんだ。余計な手間をかけさせないでくれ。もしもし。ああ、大丈夫だ。もしもし、相談したいことがあるの。みんなで集まれないかな。
ひどい。フィアンセってあいつでしょ？襲われに行くようなもんだよ。さっきの春の話じゃ、ヤツの家に連れてかれるのが10月11日。そしたら期限は10月10日ってことだよな。しかし、君の父を改心させれば確実に警察の世話になる。罪人の娘というレッテルが一生つきまとうんだぞ。今の暮らしだって変わってしまうかもしれない。他人の不幸で成り立つ幸せに甘んじたら、私もお父様と同じになっちゃう。それに実は前にね、怪盗お願いチャンネルに書き込みしたことがあるの。ちょうど我が輩たちが次のターゲットでグダグダやってた頃だ。でも怪盗団は動いてくれなくて、その時だった。モナちゃんと会ったのは運命だと思った。その時から決心していたの。怪盗団がやらないなら私がって。廃人か、そして改心、全ての利害が一致したな。今度は協力してくれるよね？もちろん。私の方こそよろしくお願いします。こっから先は廃人化事件の犯人を相手にするかもってことだ。メメントスの修行とは違うぞ。覚悟しろよ。いきなり説教かよ。甘い。春は遠城に毛が生えた程度なんだ。力には目覚めてるが、天で弱っちくてな。ペルソナよ、力には目覚めてるが、天で弱っちくてな。ペルソナも姿形がないとかってありさまだし。あっちい？本当に？まあ変身はできるし、一応パレスでの活動には問題ないが。しょ、ごめんな。まあ変身はできるし、一応パレスでの活動には問題ないが、正直だいぶ足引っ張るかもしれん。なさい、私のために面倒をおかけします。いやさ、実は俺たち的にも社長さん狙うの都合いいんだわ。見ろよこのまとめサイト。怪盗団に対するネガティブなコメントばかりね。明らかに悪党の名前が挙がっているのに、怪盗団はなぜ黙って見ているんだ。加熱が別次元。廃人化の件をつかむのを忘れるなよ。ああ、もちろんセットでいただくぜ。10月、10日だったな。それまでに奥村を改心させるぞ。許せないね。やるか。よし。
来ようだい。あのさ、よし、よし、おい、こら！もうそうじゃないって！ふぅ、ありがとう。よし。よし、またね。おう、帰ったか。皆さん、こんばんは。ありがとう。ありがとう。
ましょうか。よし。ああ。皆さん。私は。私は ですが。ありがとう。よし。ではまた。よし。